皆さんこんにちは、八田エミリーと申します。お久しぶりです。いつぶり、やばい、動画約1ヶ月ぐらい出してなくて、なぜ出してなかったのかっていうのを皆さんにお伝えしようと思います。8月って YouTuber にとっては学生は夏休みだし、一番頑張らなきゃいけない時期なんですけど、まるまる休んでました。本当にごめんなさい。一番頑張らなきゃいけない時に一本も動画を出してないっていうのがね、本当にごめんなさい。この休んでた間何をしてたかと言いますと、草津温泉に行ってました。でもずっと1ヶ月間ずっとじゃなくて、何か大イベントあげるなら草津温泉に行ってた。でこの休んでた間に YouTube のこともだし、自分のこともだし、なんかねずっとモヤモヤしてるものがあったんですよ。でも自分の中でそれが何なのか分かんなくて、けどモヤモヤしながら動画撮ったりとかなんかいろいろやってたんですけど、ついにそのモヤモヤの原因が分かりました。なんと私は YouTube 何年してる、もう明日の話題を入れて6年ぐらいしてるんですけど、そこで今初めて分かりました。自分のことを話すのが下手くそ。これやばくない？ YouTube してて自分のこと話すの下手ってことに気づいたんですよ。例えば YouTube 撮ってて何か役に立つことだとか、皆さんに絶対にプラスになりそうだなって思うようなものだったら自然と喋ることができるんですけど、いざ自分のことをちょっと雑談っぽく話したり、自分メインでなんかやるってなると、なんかね急に話し下手になっちゃって、あれなんか私の情報いるのかなみたいな。なっちゃって、動画の尺とか編集のこととか構成とか考えた時に分かんなくなっちゃうんですよね。それで動画もなんか撮りづらくなって、なんか自分で壁作ってこれでいいのかなって思いながら撮ってる自分がいました。皆さんの中にも誰かと喋る時に自分のことを喋るってなると急になんかどう喋ったらいいか分かんないっていう方いらっしゃいませんか？なんかそんな感じなんだよね。YouTuber としてちょっとどうしたもんかって思うんですけど、なんか私に向いてる YouTube のやり方ってなんだろうってずっと考えてて、ちょっと一つお試しでやってみようって思うのがあります。それが今までだいたい8分か10分ぐらいの動画を出してきたんですけど、これからはちょっと短めの4、5分の動画で上げてみようかなって思います。そしたらもう少し自分らしく動画を作ったり上げれたりできるような気がする。これ邪魔？これ邪魔じゃない？ちょっと撮ろう。なのでちょっとこれから動画少し短くなっちゃうんですけど、楽しんでいただけたら嬉しいです。そしてこんな動画でも見てくださってる視聴者の方、本当にありがとうございます。本当にあなたのおかげで私は今ここにいるし頑張れます。ありがとう。最後に師匠もお見せします。師匠みんなに挨拶は。元気ですか？はい、師匠元気です。じゃあまたね。また動画あげます。